い、ということで今回なんですけども、まあ、先日のスピードボーラーで登場しました薮田和樹選手使ってリアタやっていきたいと思います。まあ、現実の方では先日戦力外を受けちゃって、もう来季以降ねカープにはいないんですけど、まさかここで覚醒での選手ということで、まあ、カープファンはもう最後にね薮田選手取れるチャンスなんで、まあ、この機会にしっかり取っておきましょう。まあ、今回気になったのが球種の下方向のツーシーム、そして横のシンキングファースト、まあ、果たしてこの2つの投げ分け、まあ、できるのかっていうところが気になったので、今回ちょっと動画回してます。まあ、そもそもコルニエルとか、まあ、増田選手とか、まあ、カープで言うと結構ね他にもっと速いピッチャーがいる中で、これ薮田選手の選出、まあ、戦力外の有無に関わらずそれ以前に選出が謎と確かにコメント欄で言われて、まあ、その通りやなと俺も思ったんですけど、まあ、コナミさんが選んだんですからね、うん、それは仕方ない、文句は言ったらダメよ、誰が文句言ってるやつで。一応薮田選手って結構いろんなパターンの薮田選手がいて、まあ、それこそ昨年の TS とか20年の覚醒がいるんですけど、まあ、俺は一番この覚醒の超タイピンチバージョン、これが後々一番強くなってくるんじゃないかと思って、一応ね TS の方を覚醒に混ぜました今回。まあ、キレとかはねもちろん全盛期の TS には及ばないんですよ。でしかも球速も150キロ、なぜか今より遅い3年前の薮田選手は、まあ、それはいろいろ怪我の影響とか、まあ、その年の調子で査定されてることやと思うんですけど、まあ、こっちの薮田選手って各球種のキレは高いんやけど、最新やからこそ生きる薮田選手と思ってるんで、まあ、最新ではない今特に置いておく理由はないかなということで、このバージョンは僕はもう持ってないです。まあ、ツーシームとか非常に魅力的なんですけどね、まあ、それだったら別に覚醒の超タイピンチの方でいいかなということで、まあ、今回もしかしたらね違うパターンのこの薮田選手意外と強いかもしれないんで、本日はカープとしてのラスト登板プロスピ内で実践していきたいと思います。それでは今宵もランク戦の方やっていきましょう、よろしくお願いします。それではお願いします。いやもう今日さスピリーグ選ばれた人たちのそのプロとしての自覚ということで、なんか研修会みたいな受けてきたんよね。そうこれ毎年あるんやけど、でもう寝坊が怖すぎて俺全く寝てないまま状態で行って、でまあ朝から夜まで、まあ、講習会研修会受けてきたんですけど、さすがに家着いた瞬間バタンと倒れましたね、眠すぎて。なんかあるあるよな、絶対にこの寝坊したらいけない状況の日ってなんかアラーム本当になるか心配よな、心配すぎて寝れんかったぐらいから。で今寝て起きて撮影に挑んでます。シンキングハスがこんな感じ。じゃあ落ちる方のツーシームか、まあ、これどんな感じなのか。あああれちょっと待った、これさ大野雄大選手みたいな昔のねフォーク回転かなと思ったら、これスプリット回転ちゃう。あマジか。じゃあ一応このシンキングとまあスプリットみたいな投げ分けはできると。あマジ俺これフォークと思ってたわ回転、これスプリットやな。あじゃあまあこっちもこっち意外とおもろいかも、これは結構収穫やわ。はいはいはい、もうすごいねプロスピって、いろんな種類のツーシームがあるね、斜めやったり横やったりなんか高速シュートみたいな名前のツーシームやったり、あすごいわ。薮田和樹イコール斜めの食い込むツーシームすら剥奪されてるからねちょっと査定がよくわからないんですけど、まあ、でもこれはこれで意外と面白い、まあ、だからツースプほどの投げ分けはできないけど、まあ、超高速になるとこれは生きてくるんじゃないかなと、まあ、違うパターンの薮田選手お一人複製したという意味では TS 継承してよかったかもしれない、まあ、これが超大ピンチとかやったら正直、もっと強かった。で久しぶりのラロッカははい威圧に負けて敬遠と。いやーでまあオフシーズンにも入ったということでね、まあいろいろ寂しいお知らせが入っては来てるんですけど、このマクブルームもあー残念ながら今季限りで足りないな、ちょっと。でもう1年正直見てほしかったっていう思いはあるんですが、まあ、やっぱり年俸の部分とか、まあ、ちょっと高かったりもしたんやろうな、まあ、残念ながら対談が決まっちゃったと。で、まあ、意外やったのがなんかデビッドソンとかターリーとかあと誰だアンダーソンか、なんかその辺が流動的になるみたいな。だから実質まだ契約するかせんかはそのドラフトとか、まあ、今後いい助っ人が見つかり次第になって来てくるらしくて、いやこの3人はね俺残すと思ってたからちょっと意外、確定ではないんやね、まあ、正直、まあ、特にピッチャーの2人なんかは残してもいいと思うけどね。いやマックブルーム1年目はな非常にいい成績を残してて17本で2割後半か、何があったんや今年急に不調になったよね、マジで不思議や。だからね皆さんシリーズ2超プルヒッターついちゃってるんで、シリーズ1のマックブルームを今のうちに確保しておきましょう。はい、まあこれちょっとコールドをお見せしたいところではあるんですが、もう1イニングちょっとね薮田選手のこの配球してみたいからちゃうとなりに行くわ。まあ、ランク戦ってだすごい削るな、4030。そうランク戦は変化球が遅くなってるんですよ、でストレートが遅くなってるとか普通に V ロードと一緒か、
でストレートの球速が上がってると。だからまあランク戦では2スプの方がまあ球速差とかあって強いんやけど、超高速になると一緒やから、変化球もスピードがストレートとね。だからこのシンキングファストとツーシームの投げ分け俺できると思うで。まあ回転はちょっと全然ちゃうけどね。でもなんか普通に刺さってる。状態ピンチより球速も速いし。どう？え？ちょっと意外な発見できたなこれ。いやまぐれかもしらんから、じゃあもう一試合見ていこう。これ普通に強いわ。お結構大差がいまで来たぞ。しごろ来た、しごろ。いやしごろに刺されば結構本物やろ。まあ、超高速やろうか悩んだんやけど、まあちょっとランク戦でも意外と前そうやから、ランク戦でね証明していくわ。うん、まあ2023年のシーズンが終わったわけなんですけど、いやー今年振り返ってみるとやっぱ投手陣がめちゃくちゃ頑張ってくれたよな。そう、打線の方は、中日を除く球団の中で、確か400得点が唯一がカープやって、あとはなんか500得点とかいってる中でのこのまあ得点力、まあ来年以降の課題になってくると思うんやけど、なんでなんやろうな。別に先週はみんなね、いいバッターとかも多いし、逆に不思議なぐらいなんやけど、まあやっぱやっぱ何が足りないかと言われると、長打力だと思うんですよね。だから、ちょっと来季はね、おい、マークブルーム引退試合やぞ。しっかり打ってくれな。まあ、ちょっと来季は、まあ、デビッドソンにも期待したいし、おるとしたらね、まあ、ちょっと新しい外国人。てか、カープあれやろ、なんかドミニカから、なんかすごい外国人の練習生、ドミニカの、が来てるらしくて。あの名前だけ見たらめっちゃ打ちそう。3人とも全員あのミパ A みたいな顔とあの名前してるからちょっとこの3人はちょっと楽しみなところである。契約はねちょっとまだするかわからんけど、普通に練習生として、まあやっぱ逆に言えば長打力が加われば、まあ、来年以降、まあ、普通にいいと思うから、ちょそこは期待したいですね。ちょ仕事に0点は大丈夫かこれちょっと心配になってきた。よし、OK、1個取った。で、ここでもう早速、変えていくわ。いやー、ちょっと、まあ、しかも、特能3つもね、しっかり出てくれる特能やから、あれのもね、つけていいと思う。もう、ここまで来ると、正直。まあ、荒れるっていうより、まあ、削るメリットの方がでかいと思うから、俺はつける派すかね、あれ玉は。おいおい、おい、下叩いてるぞ、これ。まあ、わからんよな、初見はそもそも。まあ、1球見た後にどう対応してくるか、見どころなんですけど、普通にストレートいくか、ムービング、なんだっけ、シンキングスプリット、シンキングファースト、あんまり見せたくないけど、いや、ここでいっとくか、ここでいこう、打ち上げろ、打ち上げたら最高。え、え、おい、これめっちゃええやん。舐めてたわ。え、普通にいい？おい、無料で？しかも最後の矢蓋選手にしては完璧な、査定にしてくれたと思ってる。あ、これはちょっと文句言えないっすね。はい、まあね、本気を出せばね、野村健次郎で打てるんですよ。ピッチャーは亡命と。まあ秋山選手の動画シリーズ序盤に出して、まあ査定ちょっと低すぎやろっていう動画を出したんやけど、なんやかんやあれやな、シーズンでホームラン3本しか打たんかったし割とまあ終わってみればやけど、妥当っちゃ妥当なあれやな、査定になってるな。先見の明があるのかコナミは。逆に前半で3本一気にボンって打って、今年ね2桁も余裕かなと思ったら伸びんかったから、やめろファール、やめろ、よし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 。秋山さんの長打力がガクッと下がったのも意外やな。いやー、まあさすがにまあね、4割5分6厘やったら打ちますよね。まあ、それは打ってくれな、困るよ。逆に困る。でももうあげんで、やっぱりヒーローはちょっとやられる場面を見せた方が輝くっていうね。みんなもちっちゃい頃ウルトラマンとか仮面ライダーとか見て、基本なんか一回負けてたやん。でそっから勝ち上がるのがやっぱ真のヒーローやから、まあこっから真のヒーローのピッチングっていうのを見せてあげよう。うん、これファール、これファール、よし、ファール打たしてるからな。これさすがにきついか、やめろ。振らんの？いや、めっちゃ能力は削るんやけどな。これちょっと魔法解けたらやばいかも。あ、もうこれ絶対盗塁やわ。牽制しまくったろ。いやー、どうですかね。あ、コラブット。何を狙ってるんだこれ。ゲッツー狙うしかない。カットボールで。いやー、走ってくるか。もうこれしゃあないな。やばい。投げる球がない。え、これフォークあったらよかったのに。ちょっと剥奪されたら痛いな。やめろ、やめろ。おい、おい、おい、まあ、友達亡命ヒットいらんて。待って。なんかやったら負ける。しかもスタミナがない。でも俺は行くぞ。俺は男としてこの薮田和樹の引退試合に勝利の花を、勝利の花を、勝利の花を添えたい。でも現実はそうは甘くなかったね。助かるちゃうねん。どこは助かってんねん。
ビリカルステイ。